でももうイチローさんがこうやってさ、イチローさん A1 だけどこうやってやってるじゃん、はいはいはい、こうやって打席入る前にこうやって、はいはいはい、ね、だからそうやってもう使うようになってるわけ。ああ、もう自然とじゃあイチローさんの中でできてるわけだ。できてるっていうかもうやってんだよね。へえ。でも一流はみんなやってますよ、これ自然と。やってるっていうかできてる、うん、できてる、うん、あ、それ同じタイプのこうパターンじゃないと故障しちゃうから、うん、あ、故障とかも要するに怪我とかも。そう、じゃあ自分が A なのに B の動きをしてたら、そうか、でもそうですよね、体動かないって言ってましたもんね。そうそうそう、で無理やりやれば怪我しますもんね。そう、これもっと早くいろんな人に伝えた方がいいんじゃないですか。これはね、もう僕が、うん、もう30分公演するとみんな大体ファンになっちゃう、うん、マジですか。僕も今正直すごいファンになってるいや、すいません、元からファンでした。ほんでなんだっけ、いや、これがで、そうそう、これを、うん、あのアメリカ行ってやってきたんですか。はい、アメリカで、アメリカ、それを3、40分の公演を3日間やってきたんですけど、うんうんうん、8公演ぐらい、1日ですか。はい、で20個ぐらいね、あの椅子用意して、はい、あのあれ、ある映像ちょっと軽く流して、あ、じゃあ準備できるまでこっちで喋ります。すごいですね、うん、で、うん、でこれ英語も全部訳、はいはい、結構本格的に向こうのタレントさんのお願いして、向こうのアメリカの、あの英語バージョンも作って、うーん、あのやったのね。それもじゃあアメリカで発売されたで、うん、でさっきのフォーサンスのアプリを、うん、理論編は無料ダウンロードしてるんで、うん、4スタンスゴルフ、4スタンスゴルフ、はい、で検索すれば、検索すれば出てくる、あのアプリ出てくるんで、そうすると、うん、あの自分が何のタイプかって分かる、おおむね2時間分が無料で入ってるんで、2時間分が無料で入って、しかもそれで自分がどのタイプか分かるんですか。それ見れば、ただで2時間出すわけないじゃないですか。そうですよねだけどでもそこは無料なんですよ。そこは無料なんだ。無料で自分のタイプが何かってそこで完全に分かるわけ。その無料部分です。俺は A1 だって。それ見たいです。見たいでしょ。知りたいです。もらって知りたいでしょ。だってでそこから A1 になると今度1000円いただきますけどね気になるでしょと。 A1 のそのスイング、そうでもそれ、まあ、1000円を1000円ですか。1000円だとしても、そうすると、うん、A1 が1000円で購入していただくと、はい、そうすると、あ、グリップな、どういうグリップだったかなって、あ、グリップ、A1 のグリップなんで忘れちゃったっつって、ポンってグリップの2分置きの、2分以内のさ、はい、パートに分かれてるから、はいはいはい、あ、グリップ、あ、グリップとか、そう、ゴルフ行く前に、あ、グリップなんだっけ、はあはあ、アドレスどういうんだったっけとか、あ、スイングの、こう体幹の動かし方どうだったっけ、はい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 、とか、それをもうタイプ別に分けてあるんで、それ買ってもらえればゴルフの前にポンって押せばそれ見れるよね。見れるんですか、うん、なるほど。でもそうですよね、自分のタイプだけを見とけばいいわけですもんね。 それ英語版もあの iPhone の設定のところから、はいはい、あの言語をアメリカ、うん、イングリッシュにしてもらえれば、うん、今度英語バージョンのそれが入るから。へえー、うん、じゃあもう全世界の人がいつでも見れる状態になってるわけですか。はい、じゃあちょっと火吹いたら、おごる。いいっすかいいっすか、寿司いいっすか、お子さん好きな、はい、あの回転寿司いいっすか、はい、これもね、なんで少しでも多くの、でも普通、うん、やっぱり少しでも理論編無料にぜひしてくださいって、うん、でもその理論編、そうですよね、うん、無料やっぱりそう、うん、少しでも多くの人ですよね、にあの役立ってもらいたい。そこが横子さんのいいところですよね、うん、まずやっぱり知ってもらいたいために、そうそうそう、そのハードルをちゃんとみんなクリアできる状態を作ってもらって、そうそうそう、でその先興味があれば来てくださいっていうことですもんね。さすがにね、制作費があるんで、はい、ゴルフのとこ入ったらお金をいただきますけどっていうけどってとこですね。でそのやっぱりね、いろんなジャンルに役立つんでね、うん、で今日ぜひゴルフだけじゃなくて、そうですね、はい、まあ、これはゴルフの方しか見てないだろうけど、でもゴルフ関係の親戚がいろいろいるじゃない、うん、いますね。親戚で陸上一生懸命やってる人いたり、サッカーやってる人いたりさ、うん、うちの子供は今バレーボールやってんだよとか、うん、いろんな人が見てハッて気づくとこが絶対そのアプリの中の理論編だけに入ってるんで、なるほど、
やり投げでも何でもそう。そうか、うん、いやさっきも言ってましたけど、やっぱ子供たちに、多分ゴルフやる人でも少年野球のコーチとかいっぱいいるじゃないですか、うん、そういう人たちに知ってもらって、うん、やっぱそういう打ち方とか、さっき走り方もそうだし、うん、ボールの取り方とかもあるんですよね、まあ、取り方もね、はい、そういうのも全部勉強してもらえば、もっとポテンシャルの高いスター選手が出てくるかもしれない。そう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 、だからこれはね、本当指導者はみんな知っとかなきゃいけない、うんうんうん、なるほどね。